沖縄慰霊の日に中国爆撃機3機が沖縄通過、空襲機緊急発進。23日は沖縄慰霊の日にあたる。太平洋戦争で沖縄本島を死守する日本は熾烈な戦闘で将兵と県民合わせて19万人近くの命を失った。米軍も1万2000人以上が戦死した。この日、沖縄全戦没者追悼式は3年ぶりに、コロナ災いで途絶えていた首相参列のもと粛々と進められた。防衛省によりますと、昨日午前、中国軍の爆撃機2機が沖縄本島と宮古島の間を通過しました。領空侵犯はありませんでした。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進し監視したところ、爆撃機にはミサイルの可能性があるものが搭載されていました。その同日、中国軍のミサイル搭載 H6 爆撃機3機が沖縄本島と宮古島の間の海域を抜け、東シナ海と太平洋を往復した。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進して監視に当たった。防衛省統合幕僚監部が発表した。日本周辺では今月、中国海軍艦艇が列島を周回するような航行や沖縄を通過し、太平洋へ移動するのが確認されている。防衛省によると、沖縄を通過した爆撃機3機は編隊を組んで太平洋に入り、別々に周回するように飛行。再び3機で東シナ海を中国大陸方向に戻った。爆撃機は目的を持った戦略行動の下で飛行する。台湾制圧に邪魔な米軍と自衛隊への牽制にせよ、わざわざこの日を狙った中国支配層の告白非情さを思い知る。表面は穏やかに日中関係を話し合うも、テーブルの下では隙をついては蹴飛ばしてくる。県内では基地反対の声が大きい。力を尽くしてまいりました。令和4年6月23日、内閣総理大臣岸田文雄。追悼式会場では相変わらず岸田首相に、沖縄に基地を押し付けるななどと口汚い罵声が飛び交った。ロシアの無謀な侵攻や絶え間ない中国の尖閣諸島領海侵犯、そして慰霊の日当日に爆撃機飛行だ。この状況元でも、沖縄から基地をなくせという人たちがいることに驚きを禁じ得ない。米軍基地があるからこそ、まだ沖縄が戦場にならずに済んでいる。台湾が侵略、中国国内統一だと、されたら沖縄もやられる。米軍基地、自衛隊基地がなければ瞬時に沖縄は中国の攻撃にさらされてウクライナと同じような悲惨な状態になる。思い切った防衛を沖縄県民と共に国民が支持しなければ、日本は中国に制圧される危機感を感じた。その意味では非常な爆撃機の沖縄県上空通過は、一国平和主義で守られる沖縄でありたい古老顔面さを揺さぶっただろうか。お聞きいただき感謝申し上げます。